レククチャーオンサッスということで、えー、この動画では、えーまあ、サックスを演奏する上で、まあ、よくある悩みとか質問とかに、まあ、僕ができるだけ分かりやすく解説していこうかなという動画でございます。えー、今回もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。えー、今回の動画では、えーまあ、何をやるか何を喋っていくかというと えーまあ、サックスってあんまり一人で、ねまあ、クラシックではありますけどそのジャズとかポップスであると一人っきりで演奏するってことはなかなかないとは思います。で多くは アンサンサブルで活躍する場面が多い特にビッグバンドとかっていうのは、えーまあ、アンサンブルでサックスの良さを見せるっていうところがこう大いにあると思いますけれども、まあ、そういったその複数人でサックスを吹く場合において、えーまあ、よりこうアンサンブル,ブル力の、えー 美しいところを見せるためには、まあ、どういうところに気をつけたらいいかということで、えー、まあそういったところに焦点を当ててちょっと解説していきたいなと思いますけれども、えー、ま,あまず最初にこうちょっと何に気をつけるか今から説明することは何かというとまず一つは音程。 でまあ、もう一つはテンポ、まあ、ちょっとこの2つに、えー、焦点を当てて今日はちょっと、えー、解説していきたいなと思いますけれども、えー、まずはその音程ですねでなぜ音程を最初にこうお話しするかというと、まあ、別に一番大事とかそういうわけではなくて、まあ、単純に、あのー、合っている間違っているが結構分かりやすいというか判別しやすい部分だからということで音程をまず、えー、第一に持ってきました。 で、えーまあセクションだったり、まあ、全体、カのアンサンブル全体とか、まあ、もちろんピアノとかベースとか含めて、まあ、ビッグバンドとかであればね、あの音程がある楽器が、えー、一斉に音を出すときに、まあ、どういうところに気をつけていくと、その、まあ綺麗なハーモニーとかアンサンブルになるんだっていうことですね。で、それの、まあ、えー、やり方というか。 練習の仕方を、えー、説明していこうかなと思いますけれども、まあ、まず第1にそのピッチ、えー、音程のコントロールということに関して大前提はまず個々一人一人が常々そのピッチコントロールをする、あのー、基礎練習をしているかどうかということが、まあ、まず第一に大きな問題となってきます。で、 例えばその自分一人で吹いている時とか基礎練習している時っていうのは本当に自分のことだけに集中して演奏ができるのであのもちろんチューニングメーター見たりしてもいいですけどもあの、まあ、自分の音だけに集中して自分の音程だけを把握して練習するということが可能なんですがこれが複数人ってなってくるとあのそもそも自分の音を聞くという以外に人の音を聞かなきゃいけなかったりっていう他の、まあ、外部のね 音を聞いたりして、まあ、必ずしも自分のことだけを100%見つめてられない状態になるので、まあ、そういった意味でやっぱりそのみんなでアンサンブルするときの方がピッチコントロールというのは難易度が上がるんですけど、まあ、自分の音もモニタリングしにくくなりますしね。 あのーまあ、そういった意味で、まあ、もちろんメリットもあります基準音が結構他から飛んできたりして自分の立ち位置を把握しやすいとかっていうメリットももちろんあるんですけども、えーまあ、その中でもデメリットももちろんあるので、えーまあ、その辺はちょっと気をつけながら1、えー、人の時と、えー、複数人の時で、まあ、自分のテンションのコントロールとかも変えていったり自分の気をつける部分とかも変えていった方がいいとは思うんですけれども、えーまあ、ちょっと話を元に戻しますが、まあ、ピッチを合わせるために大事なのは 大前提として、えー、個々一人一人が常にそのピッチコントロールの練習を、えー、日々の練習の中でしているかどうかでその何て言うのかなあの自分のピッチのコントロールの練習っていうのはあ,のあらゆる音において、まあ、自分がその演奏する上で出しうる音、まあ、サックスであれば下の えー、B フラットから、まあ、バリトンだと A, A ラまで出ますけど、まあ、基本的に C フ, C フラットから、えー、フラジオ手前までだったら F シャープまでですねファシャープまでは、えー、基本的に運指があると思うので、えーまあ、最低でもそこの音域に関しては、えー、基準のピッチに合うように、えーまあ、これ別の動画でも解説していますがその 息の圧力とかね、あのー、アンブシュアとかの兼ね合いが、あのー、密に関わってきますのでまたその音の出し方というのはその別の動画、えー、をまた参考にしてもらえればいいんですけれども、まあ、そこと、えー、対比してあのピッチのコントロールもそ,その練習するときに一緒に出来合わせてやってもらえればいいんですが、えーまあ、単純にロングトーンしたりして、えー、チューニングメーターの真ん中にきちっと。 音が合うかどうかっていう、えー、でブレずにね、えー、ロングトーンしてる間中、基本的には真ん中の方に、えー、針が置かれるということを心がけてロングトーンすると。でもちろん綺麗な音でっていう原あの条件付きですけどね、えー、まあそういう練習を日々してくださいということですね。まあ、これがまずここで気をつけることですね。で、えーまあ とはいうもののまあ先ほども言いましたが複数人で演奏するとやはりその気をつけなきゃいけないことの数も増えますし、えー、アンテナを立てる本数もね自分の中に立てる本数も多くないといけないですしまあなかなかずっと同じピッチでいけれるかどうかっていうとまあ人間なので多少の上がり下がりはあると思いますが。えー まあ、その中でも主にそのリードセクションと呼ばれる、まあ、リードアルトとか、まあ、リードトロンボーンリードトランペットとか、まあ、そのセクションの中でリーダーとなる角となる部分の、えー、楽器のパートの人はやはりその自分の音程が周りにこう基準として示されるという意識を持ってあのピッチコントロールになるべく重点を置いて演奏するということが僕は大事かなと思います。 でまあ、指示系統の、えーまあ、確認というものを、ね、きちっとした方がいいかなと思いますけども、まああのまあ、いろんなアンサンプルの組み方があるんですけれども、まあ、一番わかりやすいものは一番高音と、えー、アルトの一番と一番低音、えー、バリトンですねとがその間の内声を挟むような形でイメージしてもらえるといいと思うんですけれども、あのーまあ、低い音域の方テナーとかはバリトン の音程とかね聞いてあの低めの音域はピッチコントロールしてもらったりすればいいですし、えー、まあ高めの音程をとっている時はリードアルトとかでリードアルトとバリトンっていうのはまあタッグを組んで基本的に同じピッチ感でいくっていう方が僕はアンサンブルしやすいんじゃないかなと思いますので、えー、まあまずリードアルトとバリトンはそのお互いをきちんと聞き合って自分たちがその えー、きちっとしたピッチで吹けてるかどうかとかっていうのを、まあ、こう確認していきつつ、えー、そこに音程が近い人は、えーまあ、どちらかの楽器に合わせていくとかね。 あのまあ、これはもうケースバイケースですそういうやり方でできることもあればもう完全にそのリードアルトのピッチを聞いて参考にしなきゃいけない全員がっていう時もも、まあ、ちろんありますし、まあ、それは曲によってケースバイケースなのであの一概には言えませんが、まあ、基準となるのは僕多くはリードアルトだとかバリトンとかになるかなと思います、まあ、そういう指示系統指令系統っていうのを確認して、えー、おくといいかなとでここでちょっとポイントなんですけど あのなぜここが、えー、その絶対的なそのピッチコントロールをできるようになって望んでなおその後に人の音を聞かなきゃいけないのかっていうところなんですけどあのーまあ、もちろん全員がこうきちっとした音程ピッチで音を 出していればまあ問題ないっちゃ問題ないんですけど、まあ、実はその和音っていうのは落とし穴があってあのー、まあ俗に言う,こう平均率っていうもので例えばチューニングメーターとかは、えー、プログラムされてますが、えー、まず基準音がその 440Hz ラ。 まあそれが442だったりするときもありますけど、えーまあ、440Hz のラを基準として1オクターブ上が 880Hz のラだったりしてその間を 12, 個、まあ、12等分すると、えー、レの Hz ミの Hz が出てくるわけですけども、まあ、それを細分化していたものが平均率ですね。これが鍵盤に応用されていて世のピアノとかっていうのを平均率で 調律がされています、ね、で実はその平均率というのはあくまで平均なので実は純正なな和音でではないんですねでこれはまあ他力本願ですけど YouTube とか見ると結構いろいろ解説してる動画があるのであのー、まあ「純正和音」とかって検索してもらえると分かると思いますが、まあ、例えばそのピアノの「ド」と「ミ」 っていうのは、えー、音程で言うと、まあ度数で表すと超3度ですね。で、ピアノの度とみまあ、きちっと調律がされているピアノでどとみを鳴らすと超3度という音程でまな、あ、るんですけど、実は？綺麗な和音ではないんですね、えー。若干その濁った和音なんです。あのー、平均律の弊害なんですけど。 まあ、ある程度きれいには聞こえますが「ド」と「ミ」っていうのは実は不協和音なんですね。であのー、だからといってピアノが悪いというわけではないんですけれどもあのまあしょうがないです、あのー、ピアノはその鍵盤をし押したらその音しか鳴らないので、えー、ただ管楽器とか弦楽器とか、まあ、オーケストラなんかそうですけど えー、ピッチがグラデーションでコントロールできる、えー、楽器ですねサックスも特にそうですけど、えー、口を開けば若干音程が下がるし口にちょっと力を入れれば音程が上がるしっていうことが出てきますねでより良い和音を作るためにその必ずしもチューナーの真ん中の音程を吹けばいいかというとそういうことわけばっかりではないんですねで その純正和音にしていくとより美しい和音にしていくっていうことを考えていくとまあ若干こうピッチを低めに取らなきゃいけない人が出てきたりえ高めに取らなきゃいけない人が出てきたり全員じゃないですけどねそのあるコードにおいてこの度数の人は若干下げ,下げなきゃいけないってことはないですけど下げた方がきれいに聞こえるとかっていうのがあの出てきたりして。 あのただそういうことを、まあ、その個人でコントロールというか、まあ、そのセクションの中でコントロールしていこうと思うとまずは基準値が自分の中にきちっと定まっていないと、まあ、下げるも上げるもよく分からなくなってしまうので、まあ、そういった意味でまずはその個々の練習の中でジュニングメーターの真ん中に合うようにピッチコントロールをしてそれをデフォルトとしてあの体に覚えさせておけばいいというだけのことですね。あのー そもそも綺麗な和音じゃないんだから真ん中にコントロールする必要はないというのはナンセンスで単純にそこを基準としてしまえばそこから下げる上げるっていうのは自分の判断でできることになるので、まあ、その時が来たらそういう、えー、アプローチをすれば綺麗な和音になっていくとは思うんですけれども、えーまあ、そういうことが実際出てきたりするのでちょっと低めに撮った方がサウンドするよねなんていうのをリハの中でよくやったりはしますが。 えー、まあ、そういうもので、まあ、ただそのー高度において例えば何度の人がどれぐらい下げなきゃいけないかとかっていうコアな話はこれしだすとまあ本当にすごい長い時間かかってしまうので、まあ、それちょっと今回割愛させてもらいますけれども、えー、まあ、じゃあそういうものを。 きちとと把握すするためにどううればいいかっていうとあのピッチをコントロールするとかアンサンブルする上で綺麗な和音綺麗なピッチを出すっていうことを、えー、こう体現したい時にどうするか何をしたらいいかっていうと、あのー、もちろん個々で練習することも大事なんですがサックスっていうのは単 音しかならならいので、まあ、特殊奏法を使えば10音とかなりますけど、まあ、基本的にはド「どれみ」ピアノとかギターみたいに和音が鳴る楽器ではないので、えー、1音ずつしかならないのでなかなか発想の中にないんですけど、えー、まず綺麗な和音っていうか、えー きちっとした和音のアンサンブル感を頭に入れ込むっていう作業がすごく大事です。で、まあ、さ,っきぜあのさっき出てきたその純正和音とかあの、まあ、最も美しい和音とかその波形がすごく重なり合って、えー、寸分の狂いもない和音とかっていうのも、まあ、もちろん大事なんですがそういうところに近づいていければいいんですけど、まあ、まずはピアノとかでも全然いいです。あのー 例えば「ド」と「ミ」と「ソ」っていう「ド」「ミソ」っていう「えー、ド」から数えて超三度と「ド」から数えて完全5度に位置する音を同時に弾いた時に、えーまあ、コードネームで言えば「C」というコードですがその「C」というコードの響きがまずどういう響きなのかを頭の中にこう鳴らせるようになるってことがすごく大事でその三和音のなんとなくこう あの口では表現できませんがこうジャーンってなったその3和音のきれいな感覚が頭の中にあるかないかではそのピッチコントロールをする上ではねすごく大事な部分になってきます重要ですね。 でもちろんマイナーコードがあったり、えーまあ、ジャズだと基本的にテンションが乗っかるのでセブンスナインスイレブンスサーティスという2オクターブの 中で和音を考えていかなければいけないのでまあ複雑な和音なのでなかなか頭の中でサウンドさせることは難しいかもしれませんが、えー、まずとっかかりとしてはその三和音の響きっていうのを頭に植え付けるということがすごく大事だと思いますで、三和音っていうのはまあ、えー、大きく分けて、えー、メジャーコードドーミーソンさっき言った超サウ完全コードっていう位置に、えー ルート最初の音から数えて超三度完全5度っていうところの和音が、まあ、メジャーコードですね。ドミソ、えー、この真ん中の音が半音下がると「ドミフラットソ」っていうと、えー、上がり方としては「 1、えー、一度と5度はさっきと一緒ですね完全5度の関係ですけど1度と単3度っていう関係になってそれが3つ同時になると c マイナーというマイナーコード3ワ音,音になりますねこの響きもどういう響きなのかっていうのは頭に入れた方がいいですし、えーまあ、ジャズでは結構よく出てきますけどディミニッシュっていうコードとかね、えー、単3度そこからまたさらに単3度まあルートから数えると弦5、えー、度 ですけどドミフラットフ、えー、ソフラット、まあ、ファシャープどっちでもいいですけど、えー、っていうディミニッシュっていう響きだったり、えー、あとはまあちょっと進んでいけばサスフォーとかね、えー、ドファーソーとかっていうコードとかも出てきたりしますしまあいろんなコードが出てきますけど、まあ、まずはメジャーとマイナーが一番 とかかりかな、そのメジャーの響き、ワ音ンが鳴った時の響き、えー、マイナーコードが鳴った時の響きっていうのを、まず正解を頭の中に植えつける。で、その歯車の一部に自分がなりうるわけですから、ワオンあのサックスでワ音ンとかコードとか表現していく上では、アンサンプルではね、あのー、 まずどういう響きなのかを頭の中に置いてこの響きを鳴らすためには、えー、自分がどこにいなきゃいけないのかっていうところを考えていくと結構会いやすいかなっていうでここが結構見落としがち。 なところですねその単音でしかならない楽器なので見落としがちなところなんですけどあのー、一音単音しかならないからといって頭の中にワン音を置いておかないくていいという通りはどこにもありません。やっぱりアンサンブルする上では綺麗なハーモニーっていうのを頭の中に置いておかなきゃいけないのでまあその日々の練習の中で、えー、コードをね、あのー 意識してて練習すすするっいいうこととがすごく大事かなと思いますで、あのー、例えば、まあ、お家にピアノがあったりする人はあのー、やってみるといいんですけど、あのー、ピアノダンパーとかダンパーペダル踏めば音伸びますねピアノね。で例えば「ドミソ」っていう和音をジャンって弾いてその上でサックスを吹く。 そのどれか2位の音でいいですよ「ど」でも「見でも「そ」でもいいんですけど、えー、じゃーんって鳴らしてそのコードの中で自分が「ミの音を吹いてみるきれいにアンサンブルするようにね、まあ、正解はもう鍵盤が鳴ってくれてますねでそこに合わせればいいだけなんですけど、まあ、それを「ど」でもやったり「み」でやって「そ」でやったりとか c マイナーだったら「ドーミーフラットー」「ソ」 っていうところでその該当する音を吹くっていう練習は結構僕は効果的だと思います僕自分でもやったりするんですがそのコードを実際に鳴らしてそのコードの中でベストなピッチに持っていくっていう、えー、コントロールの仕方の練習とかっていうのは結構比較的自分の耳が鍛わりますあのコードの 高度感っていうか聞いたその三和音の感覚っていうのも身につきますしまあそれが鳴っている時に自分がどういうアプローチしたらそこと同じような安定になるんだろうっていうあの練習にももちろんなりますしあのすごくいい練習だと僕は思うので結構推奨している練習ですけれどもあのそういうことをやってみたりするとあのいいかなと思います。 思いますまあ今別にあの家にピアノやキーボードがなくても iPhone とか iPad とかスマホとか持ってる人は基本的にアプリであのピアノとかあるのでまあ、そういうものでピアノを鳴らしたり、えー、ヘッドホンしながらとかイヤホンしながらやってみればまあサックスの音にかき消されずに和音も聞きながら演奏するってことも多分、えー、可能だとは思いますのでねあのそういうことでちょっとトライしてみ見てもらえるといいかなと思います。で えー、まあその方法論としてはそういうことがあのまずとかかりとしてはいいかなと思いますけれどもまあその他にそに合奏する上でアンサンブルする上で気をつけなきゃいけないっていうところはあの、まあ、すごくメンタリティーな部分になりますけど合奏している時の自分のテンションっていうのも、まあ、もちろんやっぱり楽しいし。 ヒートアップしてくれば、あのー、テンションも上がってきますけどあのどっか俯瞰で自分を見ているとかどっか俯瞰でバンド全体を見下ろしているっていう、まあ、冷静になっている人をやっぱ自分の中でどっか一つ置いておくっていうのは大事だと思います。今これ結構複雑ななハーーモニーだかから気をつけなあかんよな っていうところまあそこもひっくるめて楽しめるようになってくるとあのー、全体のバランス整ってくるかなと思います。これが全員気をつけれるようになるとやっぱりバンドとしてはすごく強みになってきますね。あのー、やっぱり連帯責任なので誰か一人でも気にしてないとそういうことになっちゃいますし全員気にしていればあのー、それ相応なアンサンブルになってきますし。あのー まあ誰がかけてもやっぱりアンサンブルっていうのはあのー、成立しないのでそういった意味で全員がね、あのー、気をつければいいかなと、まあ、まずはサックスセクションでならサックスセクションで全員が同じ方向を向いてピッチをコントロールしていくっていうことをやっていけばいいかなと思います <laughs> えー、まあ音程については以上ですけれども、えー、次にですねちょっと、えー、フォーカスして見ていきたいところがテンポですね でやっぱりジャズとか、えーまあ、ファンクとか R&B とか、えーまあ、音楽と名のつくものに関して基本的にテンポというものが存在しますね。でその、まあ、グルーブといったりすることもあ,ありますね。えーまあ、テンポイコールグルーブではないですけど、えー、グルーブはどっちかというとのノリとかっていう方が近いかな言葉のニュアンスとしては。 でも、まあ、そどういうパルスで楽曲が進んでいるかっていう指針はそのまず BPM テンポによりますねシ分音符が、えー、1分間に60回打つんだったらその楽曲のテンポは60というし120回打つんだったら120っていうテンポになるしっていうとこなんですけど、えー、そのテンポの共有っていうのがものすごく。 大事ですでこれは音程とか、えー、ダイナミクスとかにも密接に関係してくるので逆にこのテンポが合っていないと他が合っていてもあんまりかっこよく聞こえませんセクサック,クスセクションとしてかっこよく聞こえませんでじゃあ,、まあそのテンポという部分で、えーまあ、何をしたら何に気をつけたらいいのかっていうところなんですけどまずその全員のタイム感っていうのを えー、共有すする必要がありますで、まあ、楽曲には4拍子とか3拍子とか、まあ、大まかなくくりがありますけれどもあの楽曲によってその4拍子ののの中身がどういうものなのかっていもなかっていうのは単純にその1小節の中に四分音符が4つ入るっていうキャパシティだけの問題なのでそこの中のグルーブっていうところまではつかめないわけですね。えー、16ビートなのか8ビートなのか。 えーまあ、3連で書かれていたらもしかしたらフィールとしては8分の12かもしれないしとか、まあ、いろんな考え方があの楽譜によって楽曲によってジャンルによっていろいろ捉え方が変わってくると思いますが、まあ、その楽曲がどういう、えー、フィールで進んでいるかっていうのをまず全体でこう意見し合うっていうことはすごく大事だと思いますバンドの中でね。例えばこう16分音符 を細かかくこう見るるっててこととに気をつけているよとかあのディスカッションを絶対する必要があってテンポの解釈って、まあ、しなくてもできるすげえ練習とかもいるんですけど、まあ、別に言ってそうはないのでそういうところでディベートしたりディスカッションしたりするっていうのはすごく大事だと思いますけど、あのー、例えば4ビートジャズの4ビートにおけるそのスイングタイムスイング値の、えー、感じ方とか あの必ずしも3連符で進んでるわけがないので結構時代によってとかバンドによってドラマーによってそのスイング値っていうのはだいぶ変わってきますね重たいスイングもあれば軽めのスイングもありますしでそういうものを、えー、演奏してこう楽曲とこう対峙していく上でこういう感じで撮ってるよねとかまあその正確な数値を出す必要はないんですけどちょっと重ためだよねとかちょっと軽めだよねとか。 えー、まあ詳しくやる人はこれ実は5分割した3対2っていうスイングで進んでる感じがするんだけどとかってまあそうやって分析する人もいますし、えー、まあ、分析の仕方はそのバンドとか個人それぞれでいいと思うんですけどもまあその共有するそのテンポボンポの中にどういう。 あの細かいパルスが内在しているのかというのをまず共有するというところから始めていくことが一番いいかなと思います。であのー、こう洋楽洋楽というかまあブラックミュージックとかジャズとかをやる上えでまあよく言われるのがその強迫の部分が2と4だったり裏拍。 のそのアクセントだったりするので裏をこう気をつけようっていうことはまあよくよく言われることだとは思いますがあのこれ決して間違えていけないのはそのテンポにおける二と四が大事ということでは決してないですねこれはニュアンスにおける楽曲のニュアンスにおけるアクセントが二と四だったり裏だったりするということであのテンポというものに関しては別に二と四が偉いわけでは何でもないですね。 もちろん1もあれば3もあって1234それはテンポとしては10日です、あのー。1と2の間が2と3とイコールにならなきゃいけないし2と3との間の、まあ、時間が3と4の時間とイコールにならなきゃいけないし基本的には。っていうもので一定の BPM が刻,み、えー、刻まれるので、あのー、別に 2だけが4だけが大事なわけではないですね。裏8部が大事なわけではないですね。すべての白、えー、数において、すべての細かな音符のあるべき位置において、その大事さとか、えー、重要度っていうのはあ変わらないっていうことが、えー、まず第一にあります。でこれを間違えると 2とか4とかをすごく意識しすぎて1と2 3がバラバラになってる頭があんまり合わないとかねとかっていう弊害になってくるしあの人間ってすごく単純なもので気をつけてるところは気をつけるんですけど気をつけてないところは本当に気をつけなくなっちゃうんですね。でそういうのが結構如実に出るので、あのー、まずその まとまりをセクションでまとまりをつけるためにはそのタイム感というものをまずみんなで合わせましょうとで1拍目が必ず合うかどうかまあ音拍1234これ分かりやすいところですねがきちっと同じタイミングで音が出せているかどうかっていうところにフォーカスしてパートで合わせていくと僕はいいと思いますであの単純にフレーズでやらなくてもいいですしその えー、今から一緒に演奏しようっていう5人が、えー、例えばせーの。 まあなんかクリックに合わせてピッ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 ってやってあの4拍聞いて次の1拍目でロングトーンしてみましょうっていう時に頭の出だしがきちっと全員揃うかっていうのはあのー、やはり確認した方がいいと思います。これ日々の練習とかパート練習の中でもした方がいいと思いますけれども、まあ、フレーズでやると難易度が上がりますんでねもちろんフレーズでもできなきゃいけないんですけどそれの手前の作業として、えー、音をまずサックスが出すっていう段階で きちっと揃うかどうかかどで実際、えー、頭の中ではその1拍目で演奏しているんですけど物理的に音に音なるっていうそのまあミクロで見ていけばミク見ていくほどねもちろん人なので隣の人と全く同じタイミングで音が出せる確率って本当に少ないと思うんですがでもなるべくそこに近づけなきゃいけないので。 あのそういった意味であの誰か一人聞き役に回ったりするのもいい方法ですしあのずれていることを指摘するとかで録音したりするのもすごく効果的だと思いますでまず頭をきちっと合わせるってことが大事ですねで頭が合わないとあの裏も合うわけがないし、えー、200面も300面も400面も合うわけがないんですねで、えーまあ、最初にお話ししたその四文法の中に 内在しているその細かい音符とかあのアクセント部分っていうのをまあみんなで共有するってことがすごく大事だっていう話はしたんですけれどもこれは単純にやっぱり一拍目が合っている前提の話なので逆にそこが合うからその細かい音符も合ってくるっていうまあ相互に関係するんですけどあのま,あまずはその頭ね。 えー、っていうところとか、まあ、せーので音を出す時のタイミングっていうのがみんな一致しているのかどうなのか,だからそこが合わなかったら例えばそのスイングの重たい感じをやったって頭が合っていなかったら重たいも何もないですねあの基準がバラバラですからあの感じる頭拍が共有できていれば 重たいという感じも共有できますけどそうじゃないと基準がないと、えー、基本的には何も共有材料がないのでできなくなってしまうのでいつまりてもあんまりね上達しないのでそういう意味で、えー、一斉に音を出す瞬間という最初の取っかかりをきちっと合わすということがすごくポイントになるし逆に言うとそれがきちっとできればあの後は早いと僕は思います自分の経験上早いかなと思います。 でまあそういうものがきちっと出来上がったねっていう段階であの第3の段階で、まあ、ニュアンスっていうところに、えー、派生していくまあこの動画でちょっとニュアンスのことについてはまあ深くはありませんがまあ単純にそのアティキュレーションだったり、えー、アクセントだったり、えー、ダイナミクスだったり、えー、音量の大きい小さいとかっていうところですねまあニュアンス。えー ひ、まあ、一言では言い尽くせないものがニュアンスという言葉の中にいっぱい入ってますけれども、えーまあ、そういうものを、えー、取り入れていってオリジナリティとか、まあ、表現力という部分で楽曲をどんどん華やかにしていけばいいんですけれども、まあ、やっぱりその基準となるのは今こうお話ししたテンポとテンポ感とか、えー、タイム感とかっていうものと。 ピッチコントロールというものこの2つがきちっとできている上でニュアンスというものが初めて花を咲きますのであのー、まああまりニュアンスばっか先取りしてやってもしょうがないですしあのアンサンブルの基礎ですね、えー、ピッチとタイムというのはきちっと合わせてから、えー、トライしてみるとまあより建設的な練習になるかなと思いますので、まあ、そういうところに、えー、注目して。 要点を置いてパート練習とかをやってみるといいかなと思います、えー、またちょっと説明がややこしい感じになっておりますけれども、えーまあ、今説明したことがね、えー、理解していただければ嬉しいかなと思いますそれでは、えー、今回は、えーまあ、アンサンブルをする上でですね まとまりをつけるためには何気をつけたらいいのかということについて解説してみました。